でーすやっぱさ画面通したらさリップの音,音じゃないやリップの色って薄くなるよね「なやと兄弟みんなこんばんは」「10期生オーディション最終審査で10期生が驚いたどんなどんな審査だった?」みたいなやつやんなどんする ちょっと正直問題何も考えてないですみんなからの意見もらおうと思ってあの何も考えてないノープランですアプリ更新アプリショールーム分からん携帯が勝手にやってくれた可能性ありけり握手券追加したよありがとうございますめっちゃ楽しみにしてます喋れるの菅さん吉平さん だるまありがとうございます M 出演決定ありがとうありがとうじゃおめでとうありがとう m 公演4ヶ月ぶりに出ることになりましたもうねあの6割方忘れちゃってるというか新しくナンバライティ公演覚えた分そっちに脳みそがね上書きされちゃったので m 公演6割ぐらい忘れちゃったのであの今回のねあの 28日のナンバラエティー終わったら M に頭切り替えてもう一回練習しようと思います深夜さんレインボースターありがとうございます新ジカリーさんハートありがとうございます10期生ではないです私9期生です <laughs> みんな浮気してないですか10期生の配信始まったけどさ浮気してない 今日も大好き。ありがとう。久々ショールーム来れたかもあー確かにじゃあ美空自身もあんまなショールームやってないっていうのもな原因ではある <laughs> ブロスさんハートありがとうございます心霊スポットで合宿審査さ美空やったらウキウキやけどな心霊とかホラーミステリーとかめっちゃ好きやからさ 心霊スポット行ってみたいねんけどなんか生半可な気持ちで行って取りつかれたりしたら嫌やなと思って行ったことないねんな行ってみたいねみそら心霊スポットジブリの名シーン再現するそれみそらだけやん合格 <laughs> ここでジブリの名シーン再現できなかったら落としますってみそらならできる <laughs> 横浜追加はよはよでみんなのおかげでほんまに完売にしてもらっていやあのさまさかまだ4時やんな じゃあ3時か完売になったの時で横浜まで完売にしてもらえるなんてほんまにもう幸せです皆さんありがとうございます、ね、会いたいと思ってもらったからにはマジで幸せにするんで楽しみにしててくださいクラックさんだるまありがとうございますりくぽぽさんハタありがとうございます 10期生の配信じゃなくてここ見に来てる自分偉すぎマジ偉い目移りしてなくて偉いよしけんさんはたありがとうナンバら当たってあーおめでとう頑張るね1週間空いたけど不安やから頑張りますちょっとね28の何ばら楽しみにしててほしいです2回目やけど楽しみにしててきっとみんながねえっ ってなるから、楽しみにしてて。四十七番の子ですか。あ、四十七番です。元四十七番。シーナでございます。八月四日初めて握手会行くありがとうございます。嬉しい。初めて。楽しみです。金ンキャメさんハートありがとうございます。山ちゃんレインボースターありがとう。 のりてつさんだるまありがとうございます6 1六6 1 8番までいんのそんなにいるん候補生6 1八。だって字でもないもんなみみーそらええー、目移りしてんのみんなみそにゃ四47番ミソにゃはケイタンさんはたありがとうございます なんか画面可愛くなった。くまたん、ハート。おーお,ーおー、なに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 。めっちゃ画面可愛くなった。なんだ今のは。くまたん、ちょっと待って。りゅうさん。ありがとう、待って、ペンがない、紙とペン。いや、紙はある。ちょっとペン、これ誰かの忘れ物、これ借りるわ。 借りちゃいます誰かの忘れ物のペン、ね、これは美空が前メモってた紙 <laughs> ああかまわ脱ぎっぱなしの服とか写ってまっちょっと待ってなおおこれちょっとなんかユーチューバーっぽいが書くやんやっほーみんな元気してる このボールペン書きやすいこれ誰の忘れもないのえどうやって書くんこのクマちゃん天使天使かじゃここに丸書いてクマクマだけは見せショールームのおかげで書くのうまなったからさ羽生えてんのかうわっこれ孫うことなき天使やわこれ 目乾いてきたミスラさん何か集中してやる時まばたき忘れんのよこんな感じえ天使すぎるやろ天使熊ありがとう今日は何日ですか4月の26 あのさペンの持ち方だけはな絶対に触れんといてのさもう小学生からこれでさもう直されへんのよ今更オッ OK 書けたよよいしょ久々に美空が絵うまく書けましたじゃーんリュウさん天使熊ありがとうちょっと待って光光輝きすぎやな世の中が反射する 白飛びりゅさん天使くまありがとう可愛く描けました今日はたまに見せろやばい絵描くんでありがとうめっちゃ上手く描けたよありがとうめっちゃ画面可愛かったこうやって <laughs> びっくりした可愛くてありがとうりゅうさんまた公園来てねありがとう というわけで、随分とコメントが流れてしまいましたみそらさんはねあんまり10期生の配信見れてないんですよあのレイポに似てるこの配信何回か見ましたジェットコースターめっちゃ好きですゆきちゃん偉いありがとう「ナンバラ楽しみ」楽しみやな「みそらも楽しみ」やな美空も楽しみもう今練習してきたで今終わってショールームつけてます 今日はね充実した一日でしたよ一日一日でしたよ今日はねちょっとレッスン上使えない時間がね何時間かあったのでその時間を有効活用しようと思って梅田に行ったんです梅田、ね、お買い物しようと思ってあのクローゼット開けたらほんまに服がなくて春,春夏服がねもうみそらニットとかさ着てたら季節外れじゃないですかでもニットとかが好きやから冬のねだからニットとかしかないと思って普通に服なさすぎ事件起きてて 買い物しようと思って梅田行きましたで、服は一着しか買ってないのにカバン一個買いましたアホですもうさ、服買いに行ったのにカバン買ってしもたしかも結構結構財布痛かったお値段でも可愛すぎてなんか一目惚れとかってなんか一目惚れした時に買わへんかったら家帰ってからやっぱ買えばよかったっていつも後悔するんですよちょっと高いからって諦めたりしたらねだからもうこれは 運命が帰って言ってると思って買いました。カバンを買うつもりなかったのに。でも後悔はしてないです。まー、あ、ちゃんハートありがとうございます。そう、計画性に難あり、そうやね。計画性。じゃ計画していくことは結構多いのに、計画と違うことしちゃうんですよね。はい。あ。おはようございます。今まずいですか。配信。 外へ行きましょうか移動します移動しました <laughs> おはようございます部屋,部屋変わりましたよくしょなんぐらい考えな 電気なぎのつかみ取り選手権それなぎささんの意思を告げってことそれ結構結構いいかもねちょっとスクショしとくわドカちゃんハートありがとう NMB 全員のキャットフレーズフルコピーで合格 <laughs> かわいそうやろそんなんさせるの <laughs> 忘れてたらどうすんの忘れた瞬間はその子人生終わったみたいな顔しちゃうでまみとちゃんだるまありがとう シンジカリーさん、丸丸ありがとう。リュウさん、レインボースターありがとうございます。たくさん、うんたくさんすぎる。めっちゃで、ね、流れ星流れてる。ありがとう。メイクは。 ういさんピピカピカありがとうございます日高浩二誰もありがとう阿部のか最上階の60回まで階段マラソン <laughs> かわいそうすぎ <laughs> 階段っていうのが鬼畜やな余計に体力使うしな頑張って入選しようちょっともう一回ねむしろ前まさかの1位やったからさ何ぐらい何やったっけ竜,竜,竜年竜年だけになんか登っていくみたいな 何,だっけ何とかかんとかってってピョンって考えたら1位になった <laughs> なこういうのは考えすぎんほうがいいのよ鶴さんとこありがとうございます金キ,キャメさん可愛い,いありがとうございます歌唱力楽しみそうみんなに背中を押してもらってあのちゃんと 立候しました <laughs> 応援してる麻婆さんありがとうございますひも <laughs> なしバンジージャンプのリアクション審査うん死んでまう死んでまう紐なしはやばいやろ死んでまうで公演で一番好きな曲なんばらですか世代交代やったらなんやろな命のエソとか命のエソやっぱさ一目惚れしたからさ 買わないいとと損,損しちゃうというかあの家帰ってからもさずっとそのカバンのこと考えるのってさ時間の無駄っていうかさ結局後悔しちゃうやん最近に連れて行かれてからエモダ行って「えそれエモダめっちゃ好きやねんな」「よく行くで」てか「エモダ絶対行く」だから「ルクア」「ルクア」のエモダルクア大阪のエモダの店員さんとめっちゃ仲良くなってた「一っとき」 顔見知りぐらいになっちゃってあの前取るだけで「おお!」みたいなされるぐらい言ってたエモだそうこういうさかわいい感じの系統も好きやねんけどあのエモだっていうねちょっとなんか黒とかグレーとかモノクロ系のなんか大人っぽい服屋さん佐伯が好きな服屋さんがあるんですけどそこもね知ら結構好きでどんな系統も好きなんですよね 何グラどうしよう追い出されたわけじゃないですよなんかちょっと使う感じやったみたいで <laughs> スマブラで対決 <laughs> 乱入しようかなミスラミスラを倒したら合格みたいな金子さんのもノまね <laughs> 金子さんのモノのネねんか一芸になりそうやな,なんかお披露目とかでもできそうやしおじいさんのイレばーって意味わからへんやろ 自分のおじいちゃんのいれば当てなさいって <laughs> わけわかめやろ熱々のタコ早食い選手権 <laughs> しんどいやつやんたこ焼きたこ焼き熱々のたこ焼きしんどいや飲みすらさ結構猫自体からさいつも調子乗ってフーフーせずに食べてあちゃいってなってあの死にそうになる <laughs> じゃこれもいいね少し少し。 ビリビリペンのリアクション選手権いやビリビリペンやな絶対通る道やちゃからな NMB やし田中は NAB なのになんで京都弁な <laughs> 田中はっておもろい名字で呼ばれるの学校の先生ぐらいやな京都,し京都府出身京都府住みだからです確実にそう前回実は1位なんよあたい,いウインクできない人だけ合格ミスラ合格やん ウィンクできんからやのり最近公演中さ調子乗って3回ぐらいウィンクしてんねんなできてないのにじゃあみそら合格ねみそら呼びかみそに呼びかどっちが嬉しいえどっちも好きやねんなどっちで呼ばれるのも好きえー、なんやろ気分で使い分けていいやほんまどっちで呼ばれるのも好きみそら 歌唱力頑張りますねありがとうございますゆきちゃんアイスありがとう全力でトトロのものまねそれ結構勇気いるな確かにそれできる子勇者やわま丸さんたこありがとうございますいや熱々のたこ焼きでアクション選手権結構好きやな美空結構いいリアクションしてくれる子ってやっぱ n m b に必要やと思うやっぱさ アイドルって可愛いのはもちろんやからさ可愛く言ってもらうのもいいんやけどさやっぱ NMB やからあの可いいだけじゃ無理だよとやっぱリアクション芸大喜利面白さ全てが求められてくるからだからもしあのキャラを作って挑もうとするならそのたこ焼き熱々リアクション芸で美空はキャラを暴いてやるよ <laughs> その子のその子の本性を暴くわ。 ほんんであなた素の方がおもろいじゃんとか言ったら、ね、意外とさなんか気張りすぎてる時の方がなんか周りから見たら「いや素の方がいいやん」って思うこと多くない人間って。なんか賢く見せようとしすぎてる子とかさもっと肩の力抜いた方がいいよって思うからその熱々,熱々のタッコ食べてまであのキャラ保てたらもうその子は本もないし逆にそれで素が出たらそっちの方がいいよって言えるし一石二鳥 これいいいんじゃないめっちゃ面白そう命のへそかっこよくて好きみそらも好きつぼみたち好きやわいやわかるわ元気出るよな審査員の質問に10で答え続けられたら合格 <laughs> それみそらやな1聞かれたら10答えますってそれみそらやな エモだみそにゃが好きなやつプレゼントしたいけど持ってるかもみそにゃな来たことあるやつも全部どこがしゃに載せた気がするなまず最近のあの桜と一緒に撮ったピンクのやつやろほんでその時に着てた履いてたグレーのズボンやろあとあのなんかおしゃれなカフェ緊張しますみたいなおはようみたいなツイートレのしたグレーのここにチャックついてるワンピースやろあとん、ね、やあ,あユニバの TikTok で着てるヒョウ柄のニット ぐらいかなえまだ,だ,だ高いからそんなないっぱい買われへんからあのたまーにご褒美ぐらいで買ってる <laughs> でも高いけどなめっちゃ可愛いよね最近はないろんな服屋さん見るようになった前までなんか服屋さんってどこがいいのとかそれすらも分からへんかったけど最近はなんとなくここが好きっていう服屋が決まってきました 声が大きい順に合格 <laughs> 第2の吸気が生まれてまうよそれゆきちゃん誰もありがとうあきら先生の名言10個言えたら合格 <laughs> めっちゃ密着見てんな無理やんまーちゃんペンライトありがとうみすなちゃん貫禄すごい <laughs> それ褒めてますか褒めてますかそれ貫禄貫禄あります まあもうね、二十歳近いんで年齢もか代こちゃんハートありがとう名字田中なら合格 <laughs> かわいそうやろ田中以外の子が金距離目さんとうとうありがとうございます 近江さんばらありがとうございます写ゃべ書いとったのでウインクで釣ってください待ってます <laughs> できひんてだからできひんのよぺい <laughs> さんキ距離さん誰もありがとうございます最終審査は時数制限の小論文 <laughs> 未来の朝日新聞担当に向けて200文字以内で今の気持ち述べてもらおうかなけ結構難しいで200文字以内ってみそらも結構苦しみましたから いつ朝日新聞さんにお声かけいただくかわからんから確かにね最終審査で鍛えとくのもあり歌唱力ファイターやでーありがとうどこまでも若見様祭りやそうやの、ね、最近若づいてるよね <laughs> どこ行っても若がいるよねこないだ若とカラオケ行ったよ美空ちゃんより身長低いと合格かわいそうやみんな合格や <laughs> 1 5 0ンチ以下の子って最近なかなかおらんのちゃうみんな合格自分でも言うてて悲しなってきたわカチューシャ似合いすぎやでありがとうミスラはやっぱね髪のボリュームが少ないからここに何か持ってくると似合うんよな何もしてなかったら頭ぺったんこやって感じやねんけどやっぱカチューシャ似合うから美空 <laughs> ボリュームないからね配信久しぶりやな確かにね やちゃんハート3つのやつありがとうじゃあ美空はあれで最終提出しようかな熱々のたこ焼きリアクション選手権みたいなやっぱリアクション芸大事よあの大喜利とかはあのもうできるできひん結構さ才能もあるから難しいけどリアクションって誰でもできるからそこでやる気と根性を見せてほしい <laughs> NMB やし やっぱ燃えうとかもさ向き不向きがあるけどリアクションは誰でもできるからさ結構いいんじゃない ?NMB 目指してるものとして自主的と自分勝手の違い説明してもらおうそれみそらやなみそらが苦戦した小論文やなそれ200文字で歌うま頑張ってねありがとうございます頑張ります明日ルクは行くから何か見てこようあ今日行った今日行ったみそら今日行ったよルクア やっぱルクア大好きまへねんな梅田行ったらルクアとヘップ5とエストでこと足りるからさルクアいいよなまみたちゃん投げ中して投げ中でもこうやってふざけるんよなよくないよねソラってほんまにアイドルらしからぬわ <laughs> 公園では結構真面目にかわいこぶってるから配信の時すぐふざけちゃうパフォーマンスは野菜炒めう懐かしいやきら先生に言われたそれあみたんと私服共有できそうねできると思うでみそらさ生写真の衣装田中 みそら宮本って書いてあったもんなんか誰がどの衣装使うかみたいなの書いてあんねんけどミソラと同じやつに宮本って書いてあったからアミと衣装共有やったまー、あ、ちゃんバラありがとうまさやさんハートありがとうございますメンバーと同姓同名なら合格もう <laughs> ややこしなるって世界が田中二人いるだけで結構ややこしいのに今。 試会は両目をウィンクポーズにするからそれ目つぶってモテてるかな何味噌か当てれたら合格結構難易度高ないそれ <laughs> 白味噌ぐらいしか分からへん気すんな2万文字でガチ論文提出2万文字やばい卒論やんほぼ <laughs> 小型クエさんだるまありがとうェンライトカラーやありがとうございますキューティー 君ハートありがとう久しぶり今日も今日とて顔面が国宝級の美人です褒めすぎありがとうちょっと国宝級は言いすぎちゃう <laughs> ありがとう海こちゃんハートありがとう美らはリアクション得意ってかもありのままでリアクションでかいからな誇張しやんでもでかい <laughs> 富さん、ハートありがとうございますしゃ会かい誰行こうか迷ってますみんな可愛いからみそらんとこおいで来てみそら NG なしやからどんなポーズでもしますよいつもニヤミスじゃないえ間違いないいつもちょっとずれた日に同じ場所行くよねみそらは今日梅田行った梅田からの自主練からの配信これ充実した一日ね 梅田やっぱ楽しいね行きたいお店がさもうなんか1キロ圏内ぐらい 1km っていうの1キロもないから駅挟んでこことここにさ店の目的はもうルクアとヘップとエストしかないからここに大阪駅があったらこことここで断りるからもうね一瞬で行けるだからあの2時間もらったら買い物できます梅田で <laughs> なんか梅田便利ね迷子にはならないです梅田 大海さんハートありがとうございます山ちゃん可愛いありがとうりくぼこさんハートありがとうございます今日はテンション高いですかやっぱカバン買ったからですかね一目惚れってなかなかないんですよみそらいつもちょっとあこれ良さげぐらいで買うんですよねやっぱどんぴしゃって難しいじゃないですか好みの さあ,げーあと着てみたら意外と似合ったよーみたいな感じで買うこと多いんですけど一目惚れしたからもう形どうこうとかもう自分に似合うかとかも置いといてもう一目惚れやったからすごいテンション上がりましたどうせは死んでも守れアキラ先生の名言ねヨシさんハートありがとうございます。 akira 明です大文字ねローマ字全部大文字 akira 明ですよろしくこれですありがとうございました,ました,ましたかやこちゃんハートじゃないだるまありがとうすごい目が乾いてきたミックスジュースジュースミックスジュース早飲み 美味しそう。<laughs> 横浜の握手会行くよ。待ってるね。もう楽しみ。ありがとう。超楽しみにしてる猫やっけよ。横浜が猫やなで大阪が良かったやな。猫になってるからミスラしかもミスラってさ。なんか黒の黒猫のイメージあるし、自分でもよく黒猫の絵文字使うねんけども。今回は逆に逆転の発想で白猫にしてみました。すごい。もうイメージは固まってる。 うあのー、妄想ガールフレンドの衣装みたいな白猫ふわふわみたいな感じにしたいなと思っておりますいつか妄想ガールフレンドをねやる女なのでかっこい白のふわふわの猫ちゃんになります楽しみにしててねで自分も一番楽しみなんなら <laughs> 10期多すぎて覚えれない入ってきてから美空も頑張って覚えますみんなの名前いい先輩になりたいの美空は。 テニス部時代とか結構人見知り発揮しててあんまり後輩に話しかけれなかったしあの高校の軽音楽部の時もあんまり後輩と喋れなかった <laughs> まあここまで来たら無理やろって思うかもしれないんですけども10期こそ10期の子こそ優しくいい先輩になりたいと思います初め会ポーズ NG なしでございますただあの逆立ちとかは無理ですよ衣装衣装ですからスカート履いてますからだから皆様そこはねちょっとあの常識の範囲内で あとあの法律法律じゃねえやあのちょっと人としてよくないポーズとかあるじゃないですかそういうのはや,るやらないですあとは衣装がスカートなのでスカートの中が見えちゃうのとかもやらない <laughs> まあそこは皆さんの常識で考えてもらってそれ以外なら何でもやります勝手ながらミスライコールジブリのイメージそれで合ってますミスラジブリ大好きです しの誰よりもミスラの件取ったけどそれってもうあらそれってもうラブってこと <laughs> ラブってことだよねチょッチョウさんハートみつねとありがとうございますなんグラ決まったのにダラダラと喋ってしまうのは配信が楽しいからですねミスラやっぱ喋るの好きなんですよ麻婆さん誰もありがとうございますムクロシさんハートありがとうございますまー、あ、ちゃんリンボースターありがとう 前配信してた時も買い物行って一目ぼれしてカバン買ってた記憶 <laughs> オールシーズン一目ぼれするからカバンって可愛いの多い手てかたらキルティングとかパールとかリボンに弱いんよな今日はちなみにあのメゾン・ド・フルールっていうねお店のなんかリボンがデーンってなってってパールがついてるカバン買ったんですけどもそれ大好物なんですよね。 で、前人目惚れして買ったのはキルティングのカバン <laughs> なんか好きな感じが決まってんのよねまあでも前に人目惚れでカバン買ったのはそれ多分冬やから今回は春春の人目惚れオールシーズン人目惚れやから全然 OK <laughs> 梅田ラビリンスいつも迷い込んでる <laughs> ラビリンスやばい迷宮やもんなあそこ ミスラも初めて行った時はもう右も左も分からんし帰り道も分からへんかったどこみたいな JR? うーん半球海戸筋どれどれみたいななってたでも今はもう目つぶってもいけるわ梅田人の声でいける <laughs> ちょっと思ったそれは握手当日が違ガチかも緊張じゃんでもうこのままやからミスラあの実物の方が可愛いとかもないしあのこのままでもしゃべるテンションもこのまま だからあの楽しみ楽しん楽しもう握手4分は良かったもう4分も浴かったですもう家から着付けていくのでもう自分で着るのも不可能やからママにやってもらう髪型だけ変えれそうーエー変えエイれそうやったら変えますねでも髪型も結構なカチカチに固めていく気がするからもしかしたら変わり映えないかもやけどあのせめてものあがきで部屋なんちゃら 髪飾りぐらいは変えられたらなと思います旧季生の中で一番の推しありがとうございます嬉しい旧季いっぱいねみんな魅力的な子いんのにあえてミソラを見つけてくれたそのその,めめそのお目目そのお目目ありがとうございます後輩からはミソラさん呼びかなミソにャって呼んでほしいミソにャって呼ばれたいま <laughs> ああミソラさんとかも緊張しちゃうから こっちが緊張するからコマネッチはいいよコマネッチは、OK、いやみんなのこと常識ないと思ってんちゃうで違うででもも,もしかしてみたいなもしかして常識の範囲を超えるポーズを言われたら NG ですよって NG なしって言ってるけどそれはさすがに NG ですよっていう話ね またジョジョたちでお願いします。任して、ジョジョたちははミスラの特技やから。ちゃんと買ったかばん使ってます。え、マジで使ってる。もうミスラ、ほんまに毎回痩って一目ブレして買ってるけど、全部ちょっとジャンルが違うんよ。だから、今日の服はこれやなとか、あと色も毎回ね、考えて買ってるから。から黒,黒やけど、今日は可愛い方がいいかなとか、かっこいいけな方がいいかなとか。意外とね、全部全ジャンル違うの買ってるから、めっちゃ使い分けてます。 こいつはタンスに眠ってるぜっていうのがないかなタイガッスさんハートありがとうございますじゃあそろそろ終わろうかなあさっき充電10%になっちゃったしジャンルディのラジオ MC できたらいいですねねやりたいですラジオ大好きなんで今日なんでそんなかわいいえなんでやろう今日かわいい今日なんやろいっぱい寝たからかなむくみ取れてる 可能性ありきりあ今日やといつもと二重幅違うねんこっちなんか見せたら最近てかこのこの3か月ぐらいすごいこっちの二重幅がもうめなんかありえへんぐらい広くてなんかこんぐらいこんぐらいになってたやんだから逆になんかすごい目が目が開かないというか逆に逆に開かみたいになっててでも最近元の生まれ育った二重幅に戻ったので見たこの幅の時が一番ね目が大きくなるんですよだからかも <laughs> 分からんけど前髪も文句言ったからかなルームスもこの後それよりちょっと充電しながらやろっかな充電器あるかなどこかしらにあるだろうと思ってるルームスもしたい最近配信できてないからちょっとまたそれは X で言いますなみんなもさ浴衣で確かにね行けるなら行きたいみんなももし浴衣着てくるとかやったら 言ってな10であと8でしたそろそろ終わろっかなみすらも浴衣着て待ってるからみんなも浴衣着て来てくれたりしたら超かわいいね浴衣デート的な女の子同士やったら浴衣お祭りお祭り遊びみたいなお祭りなんていうの女の子同士でお祭りみたいないいね肌綺麗だなえう最近たまたまです もう前までやっぱそれこそナンバラエティがやばくてあの結構ねあの自分でもすごいあの頑張らな頑張らなっていうのがねめっちゃ肌に現れてしもうてちょっとねでき,できないんですけど普段あんまりニキビとかもできてしもうてたんですけどやっぱ人間ってさめっちゃ何て言うの心が肌に現れるなって思います。 そうやってなんばらやばいなんバらやばいって思ってたのにニキビがポーンって現れて「なんばら終わった」って落ち着いたらひゅってニキビもねどっか消えていった <laughs> すごいね人間って10期はミスロよりも年下が多いんやろなもうだって9期でもミスロよりも年下ほぼやもんやばいよね世の中そろそろ終わります島城さんハートありがとうございます今日も可愛いありがとう <laughs> 2024年の二重幅あそうやねんこれ2024年の二重幅今日特に可愛い,いありがとうなんやろないつもと一緒やで <laughs> 近江さんタコありがとうございます明日よろしくねああ明日も公演お願いしますいすら今日から3日連続で公演に出るので9期なんばら9期でその 5日後ぐらいに久々の M に出るのでよろしくお願いしますタイヨロですミソニャン恋に落ちるには3分もいらない5分で十分だ増えてるやん <laughs> 3分いらない言うて5分言うてる増えとる増えとる増えとるかな横浜でよければあいいね横浜でもまどこでもいいみんなとさ服数合わせとかもいいいいよね どうみんな猫耳参戦横浜は猫耳参戦みんながで大阪は浴衣参戦どうでしゃ会はみんなのしたいポーズやるよどうはやとさんどるもありがとうございます猫耳仕入れに行くねめっちゃいいよみんなで猫になろうぜ 横浜は今回はみそら白猫ですふわふわの白猫です妄想ガールフレンドになりますほんまに歩きたいね妄想ガールフレンドの衣装そういうのを思い浮かべてやりますねじゃあランキング読みますちょっと充電がそこそこたまったらルームスやろっかなそれでは13位んやさんありがとう12位日高浩二ありがとう 11位「キんちゃさんありがとう」10位「大見さんありがとう」9位「りきパばさんありがとう」8位「きっぺいさんありがとう」7位「まー、あ、ちゃん」ありがとう6位「ゆきちゃん」ありがとう5位「山ちゃん」ありがとう4位「まみたちゃん」ありがとう3位「白米さん」ありがとう2位「麻ー,ーさん」ありがとう1位「りゅうさん」ありがとう え何グラの結果は、えー、熱々のたこ焼きを食べてリアクション選手権でしたバイバーイ <laughs> この後はルームスやりますかっこ充電できたらバイバーイ